エイブラハム・デイビッド・ビームはアメリカ合衆国の政治家。ニューヨーク市長を務めた。通称はエイブ・ビーム。1970年代中期のニューヨーク市の財政危機を乗り切った。ちなみにこの危機はほとんど財政破綻を宣言せざるを得なかったほどであった。1906年3月20日にイギリスのロンドンでポーランド系ユダヤ人の家庭に誕生し、 ニューヨークのローアーイーストサイドで育つ。彼はニューヨーク市長として最初のユダヤ教徒だった。1952年から1961年までニューヨーク市の予算担当重役を務める。民主党員であり、1961年と1969年に市の会計監査官に選ばれ2期を務める。1965年に民主党から 市長選挙に立候補するも、共和党候補ジョンブリン勢に敗北する。1973年の市長選挙で、ニューヨーク州のジョン・マーキー上院議員を下し、歴史的な財政危機の解決に尽力し、人気の多くを財政破綻の回避に費やした。人員削減になたを振るい、賃金を凍結して、予算を再編成するとと,ともに、ニューヨーク大停電への対処にも奔走した。 山あり谷ありの4年にわたる市長生活の後、1977年には2期目に立候補するも民主党の予備選挙でエドワード・アイコッチ連邦会議員とマリオク・オモ州、ストム長官に次ぐ3位に止まった。2001年に開け真術による平発症で死去した。94歳であった。ありがとうございます。